JCC3 人娘が行く長女のさとこです。今回私は長野県南部にあります伊那市に来ています。今回はここ伊那市から魅力をたっぷりお届けしたいと思います。今回はご案内してくださる方がいらっしゃるということなので、ぜひその方をお呼びしたいと思います。ゆうじさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらで情報番組をやらさせていただいております北澤裕二と申します。皆さんよろしくお願いいたします。さあ今回は、三人娘の長女ということですね。そうなんです。長女なんです。さとこ姉さんをね、姉さん言わないでくださいよ。今回は私長男として、勝手に入っていこうかなと思ってますので、もうぜひ長男と長女で、そうですね、ちょっと行きましょう。行きたいと思います。ちょっとね、今伊那市のこれ山の方に来てるんですけども、どうですかこの川？めちゃめちゃ綺麗ですね。すごいでしょ。マイナスイオン出てる感じ。まあ水から出てるのか、俺からマイナスイオンが出てるのか、ちょっとそれは分かんないですけど、僕からも出てるんで、ちょっとその辺もね考慮しながら行きたいと思いますけど、ぜひぜひ決まってらっしゃいますね。ありがとうね。僕ね、普段こんな頭してるんですけども、すごくナイーブで打たれ弱いんで、ちょっと分かりづらい。あまりクレームとかはちょっとなしでお願いいたします。すいません。ということで、今日はね、ちょっとこの伊那の魅力をたっぷりとご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長野県南部に位置する伊那市は、稲谷と呼ばれるように中央アルプスと南アルプス 3000 メートル級の山々に囲まれた自然豊かな山間地域です。さあさとこさん、まずはこちら小黒川渓谷キャンプ場にやってきたんですけれども、こちらこれ見てください。これね、釣り堀なんですよ。本当ですね。しかも結構でかいでしょ。でかい。でね、まあせっかくね、こう自然をねたっぷりと感じてもらいたくて、まずは釣りを体験したものが。釣りやったことあります？今まで1回しかやったことないんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。じゃあ僕がもう教えますよ。ああ、楽しい。ここのね、面白いのこれ見てくださいよ。これ餌なんですよ。え、うどんですよね。そうなんですよ。これうどんなんですよ。ですよね。うどんで、だからここの魚はうどんで育ってる。え、本当ですか？いや、わかんない。でもうどんをやっぱ食べるらしいんです、好んで。珍しいですよね。だから今回はこれでね、釣り行きたいと思いますね。釣れるかな、ちょっと。そうなんですよね。僕もほぼ経験ないんで、ちょっとなんか楽しみですね、これね。そうなんですよね。僕ちょっと生魚触れないんで。ちょっとあれあれ、僕に任せてくださいっていう。僕ね、実はあんま苦手なんですよね。早速ですけども、まずですね、うどんを、さっきのうどんを、うどんってこれ刺します。うどん刺すコツとかあるんですかね。いや、特にない。ないんじゃないですか。普通にこうやって奥まで。難しいですね、釣り。不器用なんだよ。そうなんですよ。自分不器用なんですよ。なんか聞いたことあると思うんですけど。不器用なんですよ。僕ら都会で育つとね、なかなかちょっとこういったことに、虫とかもちょっとね、ハプニングに弱い。弱いんでね。はい。遠くにこうピヨーンって。ほっ。ああ、来た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 。あれ？うわ。え？あ、すごい。え？どう。こうやってほら。あ、釣った。ああ。あれ？ダメだ、取られた。これも食われた。あ、引きました？引いてる？おお、来た。あ、今の何がいけないですか？引っかかりきれてないんで、もう少しくって引っ張ってよかった。頼むで釣ってくれ。いや、難しいですね。食ってくれ。ああ、来た。お。え、なんで？ちょっとさ、竿をもう1個持ってきてよ。二刀流で先生に釣ってもらおうよ。三好先生に。これで先生釣れなきゃ面白いんだけどな。奥だ、奥。なるほど。早い。すごい。先生すごい。嘘。こんな感じです。いや、すごいですね。たまたまでしょ。たまたまでしょ。すごい。今今1秒ぐらいでしたよ、入れて。だから奥だ。これをさっきね、こうやってやってね、投げてましたもんね。絡んでる絡んでる。いくらうちら仲がいいからって。めっちゃ邪魔しちゃいましたね。あれあれ。うわー、くた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 。先生、釣れました。先生お願いします。すごいユージさん。ちょっとほら、魚。僕は都会育ちは魚が触れない。触れないんですよ。4匹ぐらい俺釣ったんじゃない？4匹言い過ぎじゃないですか。5匹だ。お魚。取ったどー。ちょっとやってみたい。ちょっと残念なことに、少し雨が。そうですね。なんで？私が雨女だからで。ってことだよね。すいません。でもね、視線をね、ちょっと体験してもらいたいんで、雨気にしないでいきましょう。そうですね。グランピングキャンプというものをね、体験していただくんですけれども、グランピングって何ですか？グランピングっていうのはグラマラスキャンプの、グラマラス。そうなんですよ。豪華とか魅力的なみたいな、そういった意味があって、でね。まあちょっとこちら見てください。すごいこれ。こうやってグランピングキャンプというのは、こうやってね、キャンプ場がもう用意してくれるんですよ。これ全部用意してもらってるんですか？そうなんですよ。すごいこれもう。その前にちょっとこの大きい建物になってますよ。ステーツを見てくださいこれ。めちゃめちゃ立派ですよこれ。そうなんですよ。しかもなんかおしゃれ。でしょ？可愛い。これね、もう僕らなんかよく言うのは、もうホテルなんですよ。大自然にある。ホテル、そうなの、そういうイメージなの。どうですかこれ？何これすごい。リビングですよね。住めますよねこれ。そうなんですよ。ね、家ですよこれ。だからあそこで焼いたものをこっちに持ってきて、ここで食べて、でね、このテント、もうテントと言っていいのかどうかっていう。テントと言えないもはや。いや広い。ねえ。あ、広いこれ。広いですよね。これもう野球できるんじゃないの？野球はちょっと難しいかな。これが。こうやって座っていただいてくつろいでもいいし、寝るときはもうここにね、寝袋持ってきて、このままこうやってベッドに。そうなんですよ。このままちょっと僕頭つけられないんで。結構寝心地いいですよこれ。でね、夜になると星がすごいんですよ。すごいね。もう本当に満天の下でこう食べたりとか。いいですね。たまに流れ星流れちゃったりとかね。そうなんですよ。で願い事をね。なんかいいね、そういうロマンチックみたいな、やってみたいですね。そういうの。ほら。おお。綺麗に。綺麗にほら。すごいこんな釣れてたんですね。そうなんですよ。これはニジマスなんで。パッパと。華麗な塩さ。これなんか蓋んなくてよかったやつだ。ユージさん、どうですこういう自然って。いやもう魅力的ですよ。いないですもんこんなに。そうなんですよ。木があって、なんか川が近くにあってとかないから。で実際川で遊んだりもできるし、虫取ったり何これ。つまむんだけどここまで来ると夏でも涼しいんですよ。今もすごい涼しいですよね。そうなんですよ。まあ雨降ってるからなんですけど、それはですよね。すみません。ちょいちょい出してきますね。でもね、本当に気持ちいいとこなんで、こうやってねいろいろ体験してもらえたらね、すごいいい思い出作りができますよね。ここでね家族で。でも結構ね、火通ってきてますね。でもさっき僕らが釣った魚ですからね。新鮮そのものですよもう。そうなんですよ。さあまさかの豪雨ですけども。いやすごいことになってますね今ね。すごいことになってるね。で今急遽ちょっとこのテントの中に避難してきたんだけども、魚が無事焼けました。イエーイ。どうですか。めっちゃ美味しそうですよ。そうでしょ。いい感じにこんがりと。もうお好きなのちょっと取って食べてください。あ、でかいの。でかいの。食欲が。食欲が。そうそう、有り余っちゃって。これをもう本当かぶりつく感じで、そうこのまま、うん、もう塩とね、さっきお醤油もかけてくれたんで、すごい香りしますね。どうぞ食べてください。いただきます。うまい。ね、焼きたて。あ、美味しい。いや、ちょっと俺もじゃあいただきます。あ、これ美味しい。ホクホクですかね。塩加減もちょうどいいし。しょっぱ俺。あ、本当ですか。私もちょうどいい。ドバっていったところが。さあ焼けました。美味しそう。美味しそうでしょ。めちゃめちゃいい香りしてますよ。ね。しかもこの今はテントの中に来てるんですけど、この中でこうやって食べれちゃう。いいですね。雨も気にならない。そうなんですよ。雨降ってたんだね、そういえば。そうなんですよね。残念なことに。残念なことに。じゃあ早速ちょっと食べてください。せっかくなんでちょっと信州牛ね行きたいですね。このでっかいの行かれるかと思った。信州牛行ってください。はい。焼いたのは。美味しそう。ディレクターが焼きましたんで。これいただきます。焼きすぎ。ちょっとそこはね。そこは。あ、そのまんまいくんです。あ、何もつけずに。本当ですか。香ばしい。あ、それ焼きすぎ。やっぱ肉って。肉いいですよね。元気が出ます。うん。うん。美味しいですね。うまい。ね、これありがたいですよ。いい仕組みですよ。そうなんですよね。至れり尽くせり。そう。最近グランピングがね、結構流行ってるんで。いや、それはこれは流行ると思う。ね。すごいいいとこですね。あ、よかった。食べ物も美味しいし、空気きれいだし、自然が盛りだくさん。そうなんですよ。これが長野県のね、やっぱ醍醐味というか。いいところですよね。ゆうじさん、今日すっごい楽しかったです。どうもありがとうございました。そう言ってもらえると、僕もね、ちょっと人様の番組なんで、本当緊張しながら、ドッキドキでやらせて。繊細なゆうじさんですね。繊細なので、本当傷つきやすいんでね。本当に。それはちょっとわかんないですけど、もう本当楽しかったです。ありがとうございます。それが一番です。でも、きっと稲の魅力がこの前編で、かなり全国に広まってると思うんで。もう引き続き後半もね、ぜひ楽しみに、はい、していただきたいなと思います。後編もお楽しみに。お楽しみに。番組をご覧の方の中から抽選で2名様にご覧の商品をプレゼントします。必要事項を記載の上、はがきか番組ホームページよりご応募ください。